アカシアさんまは、えー、生涯テレビに出るっていうふうなことを考えてるんだけども、そこまでの覚悟はないと。あれは、アカシアさんまというのはアントニオ猪木なんだよ。つまり、生涯現役で戦い続けて、俺が最強っていうふうなことを宣言し続けるという、戦闘お笑い民族でないと、あれができないんだ。みんなそんなことやりたいわけじゃないんだよ。こう見てわかるだろ。あの、今あらゆる売れてる芸人さん、それは有吉、 にしてもそうだし、ブラックマヨネージにしてもそうだし、あと、なんだろうな、サバンナでも何でもいいよ。千原兄弟は何でもいいんだけども、それらの人が今、ずっと延々最前線で笑いを取ろう取ろうとがっついてるのかと、がっついてないじゃん。どっかで丸くなろうとしてるじゃん。丸くなったり、後輩たちと笑いのことを語ったり、身内の話をして、その身内の話を周りの人に分かってもらうようにして、いかに、 楽しく明るく好かれるかっていうふうなことをやってるんだけども、その、アカシアさんまだけはずっと戦闘態勢取り継げてるんだよな。だから、みんながあの、いわゆる普通のプロレスになろうとしてるところに一人だけなんかアントニオ猪木っぽいことを言っていて、なんか同じプロレスなのに何かガチンコみたいな顔してるやつがいて、鬱 <laughs> 陶しいような状態が、俺はあの、さんまのポジションだと思うんだけども。うん<ー>。っていうのが分かってるから、芸人さんらも、 その、これまでの番組の作り方とか芸人のあり方に関してすごい会議的で、あの、俺、あの、この間、えー、先週、人保町の吉本っていうので、平成のぶしこぶしの吉村君とっていうのと1時間トーク番組やったんだ。1時間トーク番組だからさ、本当にこの番組みたいなことを丸々2人でやったんだよ。で、<laughs> あの、その楽屋で話した話も、こっから先どういうふうにビジネスモデルを組むのかとか、 どうやって食っていくのかって話して、すごいリアルな話なんだけども、その打ち合わせに来る構成作家だよね。つまり、えー、彼らのブレーンというか散歩になるはずの人間たちが、全くこういうことに来なんだろうな。危機感を抱いてない。これまでと同じようにやっていれば売れるんじゃないか。それは、おなんでそういう差が出るのかと、多分、舞台に立ってるか立ってないかの皮膚感の差っていうのが、 本来、構成作家ももともと芸人になりたかった人だからさ、そんなあるはずがないのに、多分テレビとか会社の人たちとのコンタクト分量が芸人より多い結果、古典的な枠組みから抜けられないんだよな。で芸人の方が現場にいるから、言っちゃえば本社の営業部と店舗の差みたいな感覚が出てる。芸人は店頭で自分を売ってるし、客の顔を見てる。 から、客が今何が欲しいか、もうそういうことに合ってるのかに関して、すごい敏感なんだけども、でも、構成作家っていうのはその、点灯に立たないから、何がこれからのビジネスモデルか、何がこれからの芸人の姿なんかに関して、やや鈍感で本社の意向っていうのを、ちょっと押し付けようとしてるっていう。なんかそこら辺のギャップ感じたな。芸人の方は、自分たちが人気商売っていうのを分かってるから、えー、これまでのメジャーになって、 CM に出て、で、テレビに出て、冠番組持ってっていうような、ゴールデンロードっていうのかななんかそういうサクセスストーリーが、もう今や揺らいでいると。大成功していた島田紳介さんですら、こういうことになってしまったと。とで、今のところ最もうまく着地したのが、上岡隆太郎っていう途中でリタイアした人か、もしくは、ビートたけしっていう途中で文化人枠に転身した人に見える。 というのを打ち合わせで思いました。